どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日なんですが、またまたちょっと面白そうなのを見つけてきました。こちら、はい、一平ちゃん、わさび、しかもね、超わさび、そうですよ、わさびふりかけ 70% 増量、わさびマヨ付き大盛りとなっております。さあ、こちらが来たということで、ちょっとね、気になったことも確かにありまして、僕らといえばね、こちらカップ麺にデスソースを入れて食べているんですが、わさびのツンとする、まあ、辛さっていうのと、このデスソースのこの辛さって、まあ、どっちが強いのっていう話をちょっと検証しつつね、この一平ちゃんをね、食べていきたいと思います。まずちょっと一口このね、なんかわさびのツンとする感じを味わってから、ちょっとデスソースをね、入れてみたいと思います。これだけでも多分そこそこ辛いはずです。ではまずね、早速準備していきたいと思います。オープン。うわ、結構入ってる。ふりかけ、あ、これがわさびのふりかけなんですね。ふりかけ、それと、おお、特製マヨ、マヨビームノズル付き、おお、マヨビームできるんだ。そして液体ソースですね。で、あと火薬は下に入ってて麺になっております。それではお湯の方入れていきたいと思います。もうほぼ完成ですが、最後にマヨビームのお時間です。必殺マヨビーム。まだ出る、まだいけるよ、まだいけるよ。今度逆サイドから攻め上がっていきます。マヨビーム、バビーン、完成です。さあ、マヨビームも完了し、完成したのがこちら、バスン。すでにね、いい匂いがしてます。ちょっとやっぱわさび強いのかなっていう、ブーって深呼吸みたいにすると鼻にくるみたいな。早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、美味しいけど、確かに結構わさび強め、醤油ベースなんであっさりしてて、すげー食べやすい。これはやりましたね。めちゃくちゃ美味しい、これ。さあ、それではデスソースの方入れていきたいと思います。うわー、匂いがやばいもん。もうちょっとね、水でさ、タバスコ、あー、でもちょっと薄くなったからちょっと多めの平気と信じてます。ちょっとね、こびりついてたのがあったんで、綺麗にしようと思ってちょっと水足したんですよ。いやー、入ったな、結構。こんな感じ。デスソースのこの辛い匂いと、わさびのツンとくる匂いのこのコラボがやべえ。匂いだけで汗かくやつになった。いただきたいと思います。いただきます。うわ、鼻が痛い。鼻が痛い。あ、両方痛い、両方痛い。デスソースで舌が痛くなって、わさびでちょっとこう抜ける鼻にくるパワーが増してる。やべえ。完食です。うわ、カレーカレーカレー、ダブルパンチだ。どっちも痛い、やばい。あー、えだー、口も鼻も両方痛い。検証結果は、あと引くのはデスソースの方が後を引いて辛いという結果になりました。なので、まあ、罰ゲーム的な感じでやべってなるのは、まあ、デスソースの方が物によりけりだとは思いますが。でね、この一平ちゃん、もし見かけたら、普通に食べると普通に美味しいんですよ。それなりに、もちろんわさび効いてんなって感じはするんですけど、もしね、見かけたら買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。